FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー。清水美智子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。ハリセンボンの箕輪はるかです。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。10月5日木曜日、ナイツザラジオショー、今日もお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いしますけどね。はい、すごいね。あ、メール、うん、あ、メールね、読みましょうか。はい、うんうん、ゼンジャムさんですね、うん、10月4日水曜日に東洋館で漫才拝見しました。ありがとうございます。とても面白かったです。昨日ですね、うんうん、その際ご迷惑になるかもしれないとは思いながらも出待ちをさせていただきました、うん、5分ほど待っているとあのナイツの土屋さんが、うん、私は何を言うか迷いましたが、うん、少し笑いを取りたくなってしまい、はい、ラジオ月曜日の平野ノラさんが出てる時だけ聞いていますと言いました。言った方、はい、すると土屋さんは、うん、こいつ何言ってんだといった顔でこちらを見た後、うん、ああそう、ノラちゃんのファンなんだと明らかに不機嫌になり、うん、そそくさと言ってしまいました、うん、土屋さん、これは僕のボケ方が良くなかったのでしょうか。はあ、まあ、ボケにはちょっと聞こえなかったですね、うん、あ、はい、本当にそうなんだって思っちゃいました、うん、はい、まあ、ノラちゃんのファンなんだろうなと思って、はいはい、ありがとうございましたって言いましたけどね。ボケのつもりだったんで、ボケのつもり、どういうボケなんだろうな、ね、ちょっとよくわかんないな、結構な長いよね。その文字、なんか俺ボケの立場からすると、文字長くないかプロのアドバイス。なんか、文字数がやっぱり。文字数がちょっと長い。ああ、ちょっと説明っぽくなっちゃった。うん、だからもっとボケだとしたら、ノ、う、ラ、ん、ちゃんの時しか聞いてませんけど、ぐらいの、なんか、言い方だったら、うん、よかったけど。伝わったかな。ラジオ月曜日の平野ノラさんが出てる時だけ聞いています。うん、っていうと、確かに、うん、どうしたんだろうと思って、ね。そもそも、初対面でボケない方がいいと思います。はい、知らないんで、その人がどういう人か、ちょっとわからないので、はい、第一声でボケはやめた方がいいと思います。時間がね、なかったのかもしれないですけどもね。好きすぎて、ちょっとなんか、ちょっと違う角度で話しかけたくなっちゃうっていうのはあると思うんですよ。でも全然、それのおかげで印象には残ってますから、この方の顔すごい覚えてますから、別にそれが目的なんだったら全然いいと思います。はい、突っ込んで欲しかったってことですね。すいません。そうですね。はい。ちょっとなんで突っ込んで欲しかったの？なんで突っ込んだらよかったんですかね。なんでだよって言えばよかったんです。月曜日だけかよって言えばよかったね。そうだろうね。ね。そうですね。やっぱ反射的になんかもうそういうので出るじゃん。うん、なんでだよとかさ。そう。うるせえなとかさ。言ったら言ったですごい怒られましたって言われる可能性あるから。それも難しいんだけどね、めちゃくちゃ怒られました、土屋さんにって言われることもあるから。なんかこう、うまいね、みたいな、そういう言葉を作るしかないのかもね。オッケーとか、なんかそういう、ナイスナイスナイスとか、ナイスナイスなんかそういう言葉を。ないです。うまいねだね。もうやっぱりもう浅草ではもうこれうまいね。うまいねだね。ああ、月曜しか聞いてないです。俺たち言ってる時も言ってるけど、実践できてないよ。実践しないよ。実践しない、なかなか。いや、うまいねって。だから月曜日しか聞いてないんですよって、うまいねって言えばよかったってことね。いや、もう。それは反省してください、本当に。わかりました。本当に。すいませんでした。はい、ジェンジャムさん、ね、気にされてるんで。また来てください、でもね。そうですね。はい、次はじゃあちょっと違うボケを。うまいね。お待ちしてますんで。うまいね。うまいね。どうします、向こうからうまいねって言ってきた。あ、逆にね。そう、困るね。何がうめんだよって。何がうめんだよ。何がうめんだよって。なるかもしれないです。喧嘩になるかもしれない。永遠に噛み合わない。そうですね。永遠に噛み合わない。そうですね。はい、になりそうですか。結構メール届いてるの。東洋館のメール結構来てますね。小亀さん、うん、花輪さん、土屋さん、昨日は東洋館では私が出したメッセージに触れていただきありがとうございました。いいな、回答はいただけませんでしたが、うん、花輪さんに読んでいただき、土屋さんのツッコミ、それに改めて花輪さんにいじっていただけたことはとても嬉しかったです、うん、はい、昨日のラジオショーを聞いた人って、うん、質問には開演から東洋館でネタを見ていたので聞けませんでしたが、今日は自宅でラジオショーを聞かせてもらっています、うん、東洋館には2度目でしたが、漫才協会の皆さんのネタ面白かったです、うんうん、そして花輪さんのパーソナルトレーナーの朝風の野村さんも生で見られてよかったです、うんうん、また東洋館にネタを見に行きたいと思います。初めてじゃあ来たのかな、ね、そうですね、さんね、多分あのなんかあれ出してた人、うんうん、カンペみたいなの出してた人か、あ、カンペ出してたんだけど、はいはい、普通にチャキチャキテレフォン聞いて
で他局のあれに採用されるにどうしたらいいですかってカンペだったまあそうだね、あそっちのラジオショーの方に採用されちゃうまいねうまいねラジオ方、ね、ラジオショーの方に採用されてしまった、ね、でラジオショーも聞いてくれてるってことでしょうまいね、チャキテレどうやったら採用されますかって言ってたね、うん、そうだねそう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 、うん、なるほど、うん、そうなんですねそうなんだよカンペとかね出してくれる人いるからね、うん、あえてねそうですねうんお客さんでね、カンペとかは出るんですねカンペっていうかなんだろうねああいうカンペって意味わかんないよね漫才中にカンペって意味わかんないよね、うん、別にその漫才のカンペじゃないからね、うん、関係ないカンペだからね、うん、いやでも読むとかいやだから読まなんか言い方悪いと難しいけど読まないとずっとやってる方もいらっしゃるから初めにこう触れてあげることでネタ入る前がいいよねこっちはなんかこう気になるじゃんずっとこうやられててもさ、はいはい、なんか それを早く言ってあげた方が、うん、他のお客様もいらっしゃるから。そのラジオの話題だったから、花屋さんが、うん、あの、今日も昼間ラジオやってきたんですって言って、うん、その、ラジオショー、ね、そうそうそう聞いた人いますって、うん、あの、やったら、本当に3人ぐらいしか手上がらなかったんで。うん、思った展開と違ったんだよね。想定してたのと違ったんだよね。確かに。みんな好きだった。なんかいつも、なんか今日ラジオショー、うん、この今日やってきたんですけど、はい、とかつってね、いつもラジオ聞いてる人いますかって言った時に、うんうんなんかすげえ手上がって、いや、あの、手上げてとは言ってないですよってボケ言おうとしたら、全然手上がんなかったから。実際手上がんなかったからね。止まっちゃって俺も。ああ、すいません、ありがとう。思ったよりそうなんだけど、ラジオショーも、そうだね。ラジオショーやってる時間、東洋館もやってるからね。よく考えたらそうだったね。そうなのよ。だから、じゃあ飛び出しでいつも行って、最後。一回でもラジオ聞いたことありますかぐらいの質問じゃなくて。そうそうそう。そういう感じなんだね。そうだよね。よく考えたら、東洋館見ながらラジオ聞いてるのおかしいもんね。聖徳太子以外も、ね、聖徳太子みたいになっちゃうからさ、ね、意外とやっぱりもうお昼からずっと4時間ぐらいいるんだね、うん、みんな東洋館に、ね、そうだね、うん、だから昨日ね原監督引退しましたみたいな話した時もえー、そうなんだっていう感じのいたお客さんもいたからねえーっていう人そう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 、うん、だから結構なんかニュースね、うん、そんなになんかほやほやのニュースじゃなかったんだけど、うん、分かんなかったねみんなねそうだから、うん、昨日はまあ独演会も近いから、はい、独演会でやるネタとかとちょっと試そうかなとかいろいろ思ってたんだけど、うん、まああのお客さん見ながらこういろいろやってて、はい、でも一個すごくあの試せて受けたから、うん、あよかったなと思って、うん、すごく自信になったボケがあったから、うんまあ、それちょっと言えないんですけど、うん、あの昼間から言えないんですけど、うんはいうん、自信が確信に変わったボケがありましたね。あじゃあちょっとわかんないけど、独演会で聞けるんですね。うん、まあ東洋館で受けた下ネタがね、国立劇場で受けるから、ね、ちょっとわかんないけど。そうだ ね、まあちょっと明らかにあの飲んでた方が大ハマりしてた。だから受けたんじゃないかみたいなのが、ね、ありましたけどね。しょうがないよね、これはもう試す場所ないからね。そうだね、うん、いやありがとうございます。また来てくださいね、東洋館ね。ね、そうですね。毎日やってますから、はい。はるかちゃんもね来てください、はい、今度はるかちゃんもあぜひそうですね、うん、東洋館も、はい、はるかちゃん東洋館は出たことある、ね、東洋館多分ないと思うんですそうだよねなかなかない、ね、だからさ東京出身なわけじゃない、うん、東京出身の人でもさ予選に来たことないって人結構いるみたいだね、うん、そうですねやっぱ習慣がないとちょっとなかなかそうなんだよだって爆笑問題さんがさ、うん、インタビューした時にだよあんだけたけしさん好きで、うん、だけど寄せに来たことないって言うんだから一回も松竹演芸場で2ビートの漫才見たことないって言うんだからね、うん、だからテレビとかラジオとかでやっぱ見てたっていうだけで、うん、だから普通東京出身だったらとかってやっぱ行こうってなるじゃない、はいはい、でもそんなになってなかったってことだからね、うん、そういう寄せとか実際、うん、うちらだって僕だってもだってずっと東京とか自分にいたけど、ねうん、浅草なんか行ったことなかった、ね、行ったことなかったんだよね自分が芸人になるまで誰が来てたんだろうね。よく考えたら。いや、誰が来てたっていうかさ、その、どういう人たちが来てたの、ね、どういう人たちが来てたのどういう人たちが来てたのそれ、客層あんま変わんないじゃないやっぱ変わんないのかな、うん、うん。どうなんだ大阪とかってさ、やっぱり文化がちょっとやっぱり、もうもっと笑いに、やっぱなんか、距離感近い感じだから、みんなやっぱ NGK とか行ったことあんのかな新喜劇とかテレビでやってたり、ね。まあそうだね、テレビはあると思うけど、うん、でも実際に NGK 行って、たこといやみんな言ってたっていうじゃん中川家さんだって一番前でこうやって見てまあそうだね、うん、芸人になった人は大体だからあんまりそういうの聞かないよね、うん、東京の人のエピソードでさ、うん、ないないないもう東洋だから
もうそろそろいたっていいじゃん。あの、2006年ぐらいにさ、いた子供がもう芸人になったっていいわけじゃん。東洋館見てた子供とかが今 M1 とか出てたっていいわけじゃん。もう20年ぐらい経ってんだからさ。ね、ナイツを見て初めて生でね、小学校の時見て、みたいな人がね、そろそろ出てきてもおかしくないんだけどね。出てくる人、俺たちより上、年上の人だよ。おかしいだろ。錦鯉とかさ。本当だよね。あおかしいですね。おかしいですよね。もうそろそろ出てくるでしょ、ルミネ、ね、かじりついて見てた、ルミネの舞台の子が、とかさ。そうですよね。おかしな話なんだよな。おかしな話だよね。本当にね。変わんないで、相変わらずやっぱりダウンタウンさんなんじゃない、やっぱり。そうだね。芸人始めたってなったら。テレビとかね、そうですね。そういう時代だね。今はね。東洋館に行こうツアーみたいなの。どうですか？だから NGK とかはね、そういうツアーであるんだもんね。そうですね。だ東洋館で待ってるよって言われると、そこに行くのが、ちょっとこう、行っていいのかなみたいなのがあるんです。現地集合って言われると、ちょっと足が遠のいちゃうんですよ。何集合でしょ、だって。迎えに行くよって言われたら、なんか行きやすいというか。ツアーにして、はい、バスツアーみたいな感じで。まあ、歌舞伎とか、なんかそういうのと同じで。そうですね、みんなで一緒に行けば怖くないみたいな。はい。ナイツさんがこうどっか集合して、新宿とかに集まって、そこ行けばなんか東洋館までこう連れてってくれる。いや新宿から東洋館まで全然面白くないと思うよ。多分地味だと思うよ。ずっとなんか電車乗って。そうだな。なんか一言も喋んないで銀座線乗って。まあ地方の人なんかはねそれが行きやすいかもしれないけど、東京の人はね。現地集合だよね、普通ね。まあ、だから、人力車もある、浅草あるじゃない。はいはいはい、人力車の人もさ、東洋館は紹介してはくれんだけどさ、そのまま一回入ってるってことないもんね。まあ、そうだね。そこで解散じゃないから、人力車は必ずやっぱ戻ってくるだろうから。そう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 。あれもだからさ、人力車で東洋館まで連れてくるみたいなだったらいいのかもしれないね。ああ、そうですね。確かに。はい、ここです、みたいな感じでさ。で、2時間ぐらい見て、終わったらまた人力車で乗るみたいなね。そうね。バスツアーみたいなそういうのあった方がいいのかもしれないね。はとバスとかねあったんでしょ。その東洋館じゃないけど、浅草に来るはとバスはあるからね。そこに組み込んでもらえればいいんだけど。そうなんだよね。まあそういうの誰かがやってくんないかな。会長ですから、やっぱ会長。やだよ、そんな時間ないんだから、忙しいんだよ、こっちは。やるわけねえだろ、そんなこと。いや、やってくださいよ。カレンダーも作ってるんですし。漫才協会カレンダー労力が違うしね。はとバス組むのと。漫才協会カレンダー作るの。それともう一緒でしょ、でも。簡単はい。プロモーションですから。プロモーションの一環です。簡単なのかな。そういうのもやんなきゃいけないんだ。そうだね。それはもうずっと昔から言われてるからな。確かにな。まあ、奇跡が起きないかな、なんかそういう、全部無償でやってくれる人現れないかな、あっちゃん、あっちゃんじゃない。え？あっちゃん。あっちゃんが加わったら、あっちゃんが全部紹介してくれるんじゃない？確かに。エージェントみたいな。エージェントみたいな。やりますよ、全部こっちで。シンガポールから全部指示出して。ね、やってくれるかもしれない。東洋館を人気観光地にしますよみたいになるかもしれないですね。なったらいいけどね。あ、ウグイスアンさんからメールです。はい、東洋館に行ってみたいのですが、周辺に美味しいご飯屋さんとかありますか？ナイツのおすすめ知りたいです。いっぱいありますよ。ありそうですね、いっぱい。もう。おすすめ、どういうお店があるんですか？もうね、本当にたくさんありますから、東洋館の周りだけでもね、お蕎麦から洋食から、いろいろありますよ。で、ちょっとやっぱまあなんか、浅草らしいなっていうのだと、やっぱ土壌とか。そういうのとかもいいよね。土壌鍋。すき焼き。土壌鍋ね。いっぱいありますね。もうそういうのもね、なんか本当はもっといっぱい、ここですみたいなね、紹介したいんだけどね。まあ、詳しくないんだよね、これが。まあ、詳しくないね。そんなにはいかない。そんなにいかないね。だサンドイッチマンとか、やっぱこう、うまいよね。絶妙にこう、なんだろうな、バランスよく、こう、その都度に仙台の、こう、やっぱいいものを、紹介してるイメージだよね。やっぱパッとこうね。なんかやっぱこういう時によぎっちゃう。あの店だけ紹介するとなんか申し訳ないなとかっていうのもよぎるし、実際そんなに多くは知らないし。
っていうのはあるよね。そうなんだよね。なんか漫才協会グルメマップみたいなのを作るってことですか？作ったらいいってこと？めんどくせえじゃない、そんなの。時間ねえんだよ、そんな。なんでやんなきゃいけないんだよ、そんなの。会長。え？会長ですよね。あー、誰か無償でやってくれる人いないから、また同じ。またそこに戻った。またなっちゃった。いや、それさ。会長だからやってくれって大変だぜ、そんなの。まあそうですけどね。言われても。漫才やるのが、まあ、まずは。最初の仕事ですか。ネタ作ってんだぜ、今、独演会で。そうですね。いや、ほんとよ。だからやっぱり会長って大変だなと思ったよ。原監督の気持ちが、なんだろう、10分の8ぐらい分かった気がするな。10分の 8? 8? 結構。5分の4じゃない。腹立つのにだけに。8、8で。腹立つのにだけに、8番で背番号にしたのなんか今週は何かやってたの？貸し会議室で何かやってたんですか、はるかさんも。いや、なんかちょっと今気になってることがあって、解決はしてないんですけど、その、ロケで、控え室が貸し会議室みたいな場所だったんですよ。普通の駅前の雑居ビルみたいなところにある貸し会議室で、で、結構待ち時間があったんで、待ってたら。ごめんなさい。すいません。ここで津波の情報が入ったそうです。ニュースデスク、森田さんお願いします。はい、お伝えします。今日午前11時頃発生した鳥島近海を震源とするマグニチュード 6.6 と推定される地震で、気象庁は先ほど午後1時15分、伊豆諸島の津波注意報をすべて解除しました。気象庁は先ほど午後1時15分、伊豆諸島の津波注意報をすべて解除しました。八丈島では午後0時17分に30センチの津波を観測しましたが、警視庁八丈島警察署によりますと、被害は確認されていないということです。で、現在津波に関する注意報を発表している沿岸はありません。先ほど午後1時15分、伊豆諸島の津波注意報がすべて解除されました。以上、ニュース速報をお伝えしました。はい、森田さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで ね。よかったですね。とりあえず解除されてね。注意報が解除されました。はい。ロケでね。ロケの会議室、会議室にいたら、なんかすごい隣の部屋からバンバンバンみたいな、結構足音みたいなのが結構響いてて、その貸し会議室だからいいけど、住んでたらこれ大変そうだなっていうぐらいの響いてきたんですよ。でしばらくしたら、ここ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 って音が聞こえて、パサ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 って、なんかあれ羽音みたいなのがして、そしたら、なんか一匹が泣いたら、なんか、100匹ぐらいいんのかなっていうぐらい、ババババババってなって、多分、鶏小屋だったみたいな、隣が。雑居ビルの会議室の隣が？はい。結構そんなことある？ 4階、5階ぐらいなんですけど。だから、東京？東京です。で、隣、はい。目黒の駅前に。そうだよ。で、窓があって、その窓の向こうから聞こえるので、その窓、なんかバルコニーみたいになってんのかなと思って。なんか飼ってるのかな。飼ってるんですかね。でも、その窓の前に、ホワイトボードが置いてあって、開けないでみたいな感じで。なんかあんま見ない方がいいのかなと思って、その窓も、曇りガラスというか、向こうが見えないガラスだったんで、わかんないんですけど、でも明らかに大量の鶏がいる。嘘でしょ。そんなんか他の人とかどうするんだろうね。そうですね。だからお店とかなんですかね。だからあんまり気にならないというか。だってそこで撮影とかしてたら、音うるさくて入っちゃったりするよね。ああ、そうですね。確かに。そんな1話や2話じゃない感じの音じゃない感じでした。もう、一匹が暴れたらもう全員、もう確実に気配もあるの。音だけテーブル流してるってことはない。じゃないですね。その最初に聞こえたパンパンパンみたいな足音は多分鶏の足音だったと思います。なんでそのなんか見なかったの？そのなんかちょっと帰りとかさ、その隣の部屋のなんだろう、玄関とかなんか看板とか見なかった？いや、ちょっと見なかったんですけど、でもなんかその窓にちょっと白い線とかがついてたんで、なんか鶏のやつかなっていう感じはしましたけど。糞みたいな。はい、ちょっとついてる。まあ、このオーナーさんが、飼ってるとしか思えないですね。なんだろうね、それね。まあ、なんか卵とかね、そうもらってるのか、まあ、ペットかもしれないですし。ペット
ニワトリね。ニワトリのペット、うん、でも大量だったんで。見てはないんでしょ。見てはないんです。目では見てないんですよね。はい、音でね。音でわかる。耳から入ってきて。あ、そう。はい、どういう鳴き声なの。ココ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 。その、まあまあ、声出てねえな。極めてニワトリっぽいな。ああみたいなないの。ああは言ってなかったんです。それ朝なんじゃない。え？イメージ的には。朝なんじゃない。あ、そういう感じですね。はい、だから朝そのマンション大変だよね。うん、大変でしょう。朝どうしてんだろうね。すごい、うん、だって。朝目黒ニワトリで検索されてる。あるんじゃない。有名なんじゃないのも。そうかもしれないですね。うん、ね。ちょっとどうするもなんかわかんない。大手チェーン店の全部そこで作ってる。月見うどんの。目黒の雑居ビルでやんないでしょそれ。すごいですけどね。あ、そう。うん、じゃあその音後で。千住さんにこう弾いてもらおう。そういう人じゃないから。弾きます。千住さんそういう人じゃないから。弾いてすぐ弾ける。千住明さんにこうあるから。ドラマの BGM の方だから。そ、その音ですって。あ、違うな。再現してるね。キーボードでそういうのできないじゃん別に。できないのかな。サンプリングして。うん、いけるかもしれないですね。ねえ、でも千住明さんさ、うん、なんかね、あのオメガトライブの。前のバンドで、うん、杉山清隆さんの後ろでキーボード弾いてたらしい、うん、昔バンドやっててさ、だからなんかすごい縁だなと思ったね、うん、まあ、俺たちやっぱり杉山清隆さんといえばナイツみたいなのもあるじゃないですか、うん、そうね、といえばではね、一回だけだけどね、一緒にやったから俺たち、うん、謎のあのね、コラボあったからね、はい、回二人会があったからね、青森でね、うん、青森の街で対局じゃないですか、すっごい共通点何にもないんだけど、何にもないじゃないですか、何でですか、なんかさっきもう一回調べてチラシ見たら、うん、杉山清隆ナイツダブルライブっていうタイトル非常に分かりやすい、非常に分かりやすい小さな街で、一部ナイツで二部杉山清隆さん、まあ絡みはなかったけどね、楽屋挨拶したぐらいでしたけど、うん、すごい組み合わせですね、すごい組み合わせでしょ、うん、お客さんもね、うん、そのなんかどういう人たちが行こうってなるの かナイツと杉山清と、うん、これ待ってたんだよねっていう人いるのかこの組み合わせ待ってたんだよね待ってた、来た来たっていうね、うん、人が果たしていたのか分かんないんですけど、このマリアージュっていう、ね、うん、絶対どっちか会場は、うん、会場はね、青森のね、六なんとか町みたいなところの、うん、ホテルみたいなところ、いや市民会館みたいなところだった、うん、だから、なんかもちろんテレビとかさ、子供の頃見てたからさ、うん、あの、あれなんだけどさ、うん、その、挨拶した時も確信が持てなかったからね、もうサングラスかけて、うん、なんかそっくりさんの可能性だってあるじゃない、うん、杉山清太さん。偽物の可能性あるからさ。失礼。一時期あったじゃん、なんかそういう。はいはい、甘い色の歌を歌う。甘い色の人ね、うん、そうそう。うん、あったからさ。うん、確かに。うん、多分大丈夫、多分本物なんだろうな、やってたけど、そうそう、アコースティックでね、弾いてたからさ、くしくもその杉山さんすごいよ、オメガトライブの、うん、後ろで弾いてた選手からね、ね、そのライブ見た人もすごい体験ですよね、ね、すごいでしょ、なんかその時期あったんでしょ、なんかあの青森だけでなぜか変な組み合わせで、ジュディ・ヨング・ナイツっていうのもその前あったし、ね。うん、なぜか東北でやるんだよね。そうそうそう。そうなんですね、うん。北に呼び出されて。北に呼び出されて。そうそう。ないの、そういう、なんか。アーティストと。大物のライブ。ミュージシャンとハリセンボン。いや、うちらまだないですね、それは。あ、まだないんだ。はい。うん、そのお笑いの、その吉本の芸人さんと、うん、ライブみたいなのしかないんだ。水谷さんしかないもんね。そうですね。うん、水谷聖子先生だけですね。うん、そうだよね。うん、貴重ですね、でもその貴重だと、他にそういうのあるのかね、うちら以外に、その、うん、杉山さんとジュディ・ヨングさん以外のやつでね、そういう組み合わせ、毎週やってたらどうする、杉山清隆クールポコとか毎週やってたら杉山さんがじゃあそういうのが好きなんだな、そしたら好きかもしれない、それでもそうイベントがね、イベントやってる会社がそういうのをずっと手掛けてる人たちなのかもしれないし、あー、なんかそのね、結構いろんなイベントを考えてくださってるからね、そうそうそう、なんか俺昨日はなかったんだけど、今年ジャイアンツの試合見に行った時に、大体やってたのが、
結構早い段階、1回とか2回とか3回ぐらいで、うん、ここで、オーロラビジョンに、鉄腕のトモさんが来てます、みたいなさ、うんうん、なって、なんでだろう、なんでだろう、とかつって、ジャイアンツが、なんとかなの、なんでだろう、みたいな一ネタ。出てくる。で、クラウンドでやんのネタ。オーロラビジョンに映るんだけど、VTR、なんかどっかの、うん、席に座ってんの。で、どこだ、どこだ、みたいなこと言うと、ああ、そこに鉄腕トモいる、みたいになって、で、みんな写真撮ったりして、で、終わって、鉄腕のトモさんは、これだけのために来てくれましたって言って、わーって受けるのよ。うん、で、それが、ああ、こんなのやってんだと思ったら、うん、また違う時見に行ったら、また違う芸人とかが、やってて。それ東京ドーム？東京ドームで。そんなやってんの？やってたの。それで、この前、なんかの仕事を、ネズさんと一緒にやった時に、ネズっちが、うん、なんか俺今日東京ドームで、なんかあるから、とかって言ってたのね。うんうん、で、俺、普通に、うん、なんか、ちょっとだから、8時ぐらいになっちゃうんだって言うから、わかりましたって言ってたの。で、俺、ダゾーンでさ、東京ドームの試合見てんじゃん。そしたら、一回表終わったぐらいに、うん、ここでネズッチさん登場ですかって。すごい。ネズッチもやったの。原監督とかけてとかと、なんとかと解くみたいにやっててさ、それで、なんか、ネズッチさんはこれだけのために来てました。なんで毎回言うんですか。それが受けるの。これだけのために来てくれましたって言わないと。それが受けるの。それが受けるの。それが受けるの。で、これだけかーみたいな感じで終わって、うんで、その後試合見る人もいるらしいんだけど、俺は予定入れちゃってたから、俺との仕事を。はい、本当にそれだけのためになって。ネズさん最後まで見ていかなかったの？そうそうそう、そのなんか、ちょっと漫才協会の、ちょっとみんなのスケジュールがそこしか空いてなくて、なんかネズさん見たかったんだけど、その、まあ、1回か2回で終わるから大丈夫だよ、みたいな話です。あ、それだったんだ、みたいな、ね。それだけのために来た。それだけのために来てたからさ。映るためだけに来たって言われてる、ね。そう。面白いよ、ああいうの。面白いですね。うん、そんな試みあるんだ。今年結構やってたらしいですね。またなんか来年もね、いろいろやるのかもしれないけど、ね。そういういろんなイベントをやっぱりみんな工夫しながら、考えてくれてるんですよ、芸人使って。ってことですよね、だからね。そう。うん。だからもうこれからもあるかもしれない。いや、だから、今日ね、もしなんか。千住さんと千住さんとナイツで。千住さん。あ、いいですね。と、ビバン漫才と、千住さんみたいな感じで、コラボする。ビバン漫才まだ確立されてないし。何がですか？ビバン漫才はまあまあ独演会来るお客さんはね絶対やるだろうと思ってるどうせこいつらやるだろうなって思ってるでしょうけど、もし間に合えばまあまあなんか生演奏で弾いてもらいながら俺たちが横で漫才独演会生演奏まあ、おやすさんみたいにまあ偽物の北千住明さんぐらいにそうなっちゃうから北千住明さんぐらいに北千住明さんになっちゃうから下町だからどうせねえ。なっちゃうかもしんないね。南千住明でも。いいですね。いいですけども。訴えられますよ、普通に。どうする今のだけでめちゃくちゃ怒ってたら。もう出ないとかなってないから、俺すごい不安なんですけど、大丈夫ですかね。ね。あ、もう入らない、やばい。そうですか。入りました。ね。今日2時代ゲストですから。ね、そろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めましてこんにちは、ナイツの土屋信之です。土屋信之です。木曜パートナーのハリセンボン箕輪はるかです。さあ、今日のナイツザラジオショー2時台は日曜劇場ビバンのサントラをはじめ数多くのドラマや映画の音楽を手掛けた千住明さんが番組初登場です、そして3時台には青春かなのコーナーもあります、はい、ということで今日のメールテーマはこちら。私の好きな BGM。千住さんといえばビバンをはじめ高校教師、家なき子、砂の器といった野島伸二作品など多数のドラマや映画の音楽を手掛けていますが、あなたの好きな BGM を送ってきてください、ドラマ、映画、ゲームなどどんな BGM でも OK です。例えば映画ニューシネマパラダイスに出てくる楽曲の数々はエンリオ・モリコーネの曲で印象深くて大好きですとか、好きなゲーム BGM はドラゴンクエストです。中でも4の第4章
モンバーバラの姉妹の曲は秀逸です。はい、来てますね、メール。柏のひろしさんです。やっぱり一番最初に浮かんだのが杉山浩一さん作曲ドラゴンクエストの BGM、はい、世界的に有名な BGM で、誰もがあの BGM を聞けばドラゴンクエストってわかるのではないでしょうか。ドラクエといえば初期の頃、復活の呪文、自分で紙に書き写す必要がありました。書き間違えて復活できないことなんかもありましたね、と。この音楽すごいよ ね、ドラゴンクエスト。そうはい、もう一枚、小亀さんからも来ています。私の好きな BGM はわらふじなるおのコント量販店で使っている曲です。あの曲を近所のスーパーで聴けた時は、あ、わらふじなるおのネタの曲だとテンションが上がり、幸せな気持ちになりました。あ、これ私もそうなんですよ。あ、何が？あの呼び込みくんっていう、スーパーとかで流れてる曲なんですけど、どういうやつだっけ。パッ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 パパパパパ、あれよく流れる。ああ、それわらふじなるおを使ってんだ、コント。そうなんですよ、コントでもあるんですけど、読み込んでるんだ。はい、すごいっていうらしいですね。わらふじなるおのなんか曲みたいのあったよね。作った曲知らない。俺それ一時期すげえ好きだったな、それかと思っちゃった。どういう曲なんだっけな、わらふじなるおの曲があるんだ。曲があんのよ、テーマ曲みたいな。いやいや、なネタで作った曲なんだけど、俺、ね、超いい曲だねっつって、本当に俺 CD あれ欲しいわって言ったやつあったんだよね。あ、それだと思ってたけど、それまた別か。どっちかが作ったの、どっちかが作ったんだと思う。で、なんか歌のなんか藤原くんが作ったの、歌の番組でそれだけやってた。なんか爆笑ターンテーブルみたいなやつあったでしょ。歌ネタの番組、歌ネタ番組であれやってて、聞きたいですね。それ聞きたいよね。それもちょっと気になるけどね。聞いちゃっていただきたい。千住さんに何でも引かせようとするんだ。全ての音を再生できる方と。なんで千住さん呼んでわらふじなるおの歌聞かせるの。意味わかんないな。聞いてますんで。ね、メールをね、お待ちしております。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com まで。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、メールの件名にテーマと書いて送ってください。うん、さらに千住明さんへの質問や番組の感想、リアクションなどもお待ちしています。メールを送ってくれた人の中から抽選で5名様に新ノベルティラジオショーサインペン黒をプレゼント。はい、メールには必ず住所、氏名、年齢、電話番号も書いて送ってください。X で感想を投稿する場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけて投稿してください。思い出したわ。うん、あれだった、あのお前の母ちゃんでべそって言って、うん、その後に、うん、でもなんとかなんとかなんとかはって続くやつ。あ、なるほどね、そういう漫才ね。あれすっげー好きなんだ。そういうのなんかいっぱいありそうだよね。いっぱいある。漫才師が作った昨日東洋館で三拍子がやってたやつもさ、なんかもう、うん、歌みたいな感じだったじゃん、歌ネタみたいな。あ、そんなやつだったんだ。そう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 、そういうのいっぱいあるよ、ね、いっぱいあるよ、俺大好きなんだ、ああいうの。はい、さということで、はい、メールお待ちしております。ナイツザラジオショー、今日も3時30分までどうぞお付き合いください。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。東京電力がホタテを美味しく食べよう緊急プロジェクト、ホタテ祭り in 御徒町パンダ広場を開催します。10月3日火曜から10月5日木曜までの3日間、営業は夕方4時から夜9時まで、5日のみ夜8時までとなります。プリップリの国産ホタテと福島の地酒を屋外で味わう至福のひととき。会場は JR 御徒町駅南口の御徒町パンダ広場です。ぜひご来場ください。詳しくはホタテ祭りパンダ広場で検索。確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。
あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ブリティッシュアメリカンタバコジャパンがお送りする日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小市さん、お願いします。はい、首都高速道路は三郷線の下りが加平を先頭に中央環状線の内回りの葛飾ハープ橋まで6キロ、堀切ジャンクションで合流する6号線の下りは3キロの渋滞です。高速道路は東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りが三郷中央インターで2キロの渋滞です。中央道の下りは韮崎インターで工事のため流れが悪くなっています。都内の環八通りの練馬区方面へ向かう外回りは杉並区環八五日市で作業のため5キロの渋滞、この渋滞の通過に1時間10分かかっています。目黒通りの下りは目黒区下目黒2丁目で事故のため流れが悪くなっています。道路交通情報センターの小市でした。ありがとうございました。小市さんでした。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。最近は楽屋でもあそこが痛い、ここが悪いとか健康に関する話題ばかりですね。俺たちもそういう年になったということだよ。ところでお前なんかしてんの？タバコハームリダクション。卵ハムアトラクション？違う、ハームリダクションっていうのは健康リスクがある可能性のあるものに関して使用を止めるのではなく、使用による身体的社会的な悪影響を低減していくことを目的とした考え方。タバコの場合はタバコハームリダクション。なるほど、俺も取り入れてみようかな。お前はどうする？俺はとりあえず相方を変えてみようかと。ブリティッシュアメリカンタバコジャパン。お疲れ様です、伊集院光です。この秋から僕の新番組が始まりました。毎週火曜日から金曜日までの30分番組、皆さんからのお便りをきっかけにとことん話を広げます。伊集院光の種は今日夕方5時30分から。さあ、ナイツはラジオショー。今日はこの後、ビバンの音楽を手掛けた千住明さんが来てくれますが、はい、来週月曜はスポーツの日祝日のためお休みのラジオショー。その代わりに午後3時からナイツザラジオショー別版をお届けします。うん、ナイツザラジオショー別版ではゲストに宮田陽翔のお二人を呼んで漫才協会についてあれこれ話していくんですが、ラジオショーをお聞きのあなたからもメールを大募集。漫才協会や浅草東洋館に関する素朴な疑問や、今後こんなイベントを開催してもらいたいとか、こんな芸人をスカウトしたらといったアイデアも募集します。受付メールアドレスはラジオショーと同じメールアドレス、rs@1242.com まで送ってください。お待ちしております。ナイツザラジオショー別版って何、どういう意味ですか？別版知らないのかな、何だけ言ってたの。2番勘悪いな、一番言ってた人の別版読めなくなっちゃった。もう考察しすぎて分かんなくなった。別版がということで、別版か。分からないやつが出てたんだ今まで。ビバン知らないもう一人の人格が出てたんだ。
ずっとビバン知ってるやつで。知ってるやつにやってたんで、やってて、それは。日本放送にいるときはせめて。自分がどっちか分かんなくなって、うん、はい。さあ、この時間は日替わり企画をお送りしています。木曜日はこちら。ランキングクイズショー。売れ筋グルメ、街芸能人、いつの時代もみんな大好きランキング。そこで世の中に実際にあるランキングや番付から、なんでこれ聞いた的な不思議なランキングまで、さまざまなランキングの順位を当てていくクイズです。はい。それでは早速いきましょう。はい。まずは赤いシューティングスターさんです。うんうん、任天堂ファミコン40周年キャンペーンサイト、ファミコン国民投票から、ファミコンでクリアできなかったといえば、あ、1位はビートたけし作たけしの挑戦状、有名だね、超難しいんですよね。2位は魔界村、うん、あー難しかったな。では3位は何でしょうか。そういうやつ、俺これめちゃくちゃやってたな、クリアしたかな、昔すぎて覚えてない、めちゃくちゃやってたからしたな、多分めちゃくちゃやってた、うん、でも難しかった覚えはある。メタルギア、違います。ファミコンジャンプ、違います。アイスクライマー、違います。4位はトランスフォーマー、トイはスーパーマリオブラザーズ2、6位はマイティーボンジャック、なんだろう、あ、マイティーボンジャックか、ロックマンじゃないもんね、違います。ロックマン、8位はお化けの Q 太郎ワンワンパニック、9位は仮面ライダークラブ、妖怪道中記、違います。ええー、ちょっとなんだろうな、うん、ちょっと異色という異色、異色、うーん、へー、ファミコンなんだろうな、はあ、あー、残念、こちら正解は高橋名人の冒険島、あー、やってたやってた、やってたね、うん、スケボー乗ったり、うん、うん、してる、なんか知んないけど、原始人の格好したね。そうそうそう。あれめっちゃ面白かったよ。石の斧をね、投げるやつね。あれ難しいんだ。あれは、そうだね。ずっとやってたから多分相当難しかったんだと思う。あ、そうだね。なんかスケボー乗って、スケボー乗って、そうそうそう、卵を割ったりとか ね、なんかそんな感じだったよね。やってた、あった、あったな。懐かしい。懐かしい。ね、ゲームになるんだもんね、結局。めっちゃ懐かしかった。懐かしい。はい、続きまして、カズピーさんです、うん、グーランキングからの問題です。年齢にびっくりしたアニメキャラランキング、あ、はい、第1位はアナゴさん27歳、うん、あ、え、やっぱそうだよ、サザエさんの、ね、世界観そうなんだよ ね、笑っちゃうよね。第2位はフグタサザエ24歳、若いな。同率で第2位が磯野波平54歳、サザエさんにと、トップ3はサザエさんのキャラクターがランクインしましたが、では第5位にランキングされたドクタースランプあられちゃんののり巻きせんべいは何歳でしょうか。せんべい、せんべい博士20代のわけないけどな。そうだよね、博士ですからね。でもやっぱびっくりしたってことは32歳。あー違います、意外にそんな若くない。でも鳥山明さんの当時の年齢ぐらいだった可能性もあるよね。そうすると25歳とか。あー違います。え、でも違う、こっちの方が惜しいってこと。29歳。あ違います。28歳。正解。マジか。28歳。せんべい、のり巻きせんべい、勝手に40代だと思ってたな。そうですよね、大天才じゃないですか、20代。大天才。あられちゃん作る。俺は作るってね。すごい天才だからね。すごいね。すごいなぁ。かわいいね。なんかザマミーの酒井に似てるね、ちょっと。今見ると。本当だ。ああ。髭の感じとか。実写版ですね。実写版。できんじゃん、実写版。実写版できるかもしれない。実写版できるよ。ねえ。あられちゃん誰にしようかな。キャスティング。あられちゃん誰だろうね。あられちゃんあのブラッシャーライフ、アップライフンでした女の子がいいじゃん。ちっちゃくて、あの、可愛いじゃん。ああ、子役の子、うん、子役の子。ああ、まあそうだよね。小学生になるか。うん、うん、ちゃって、うん。うん、キーンとうんちゃらげさ。ただ、実写版できんのその辺までじゃない、そう、なんかこう、むずい、あの宇宙人と、まあね、あの頭のお尻の宇宙人とか難しい。面白いな、なんだっけあれ。ね。ニコちゃん大王。ニコちゃん大王とか、そう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 。うん、
いいですね、ほぼ無理かけてんだよね。付き人みたいなやつ、部下みたいなやつがさ、なんだあいつ、いつも部下がメガネかけてさ、2人でさ行動してんだ。めっちゃ面白いね。可愛いんだよな、2人。そうね、うーんとかつってね、面白いな。もう一問いきますか。はい、タクドラ1号さんです。グーランキングです、うん、つい昔の名前で呼びたくなるものランキング、はい、第1位は X、 旧ツイッター。第2位はインゼリー、昔はウィーダーインゼリーでした。へー、では第3位は、ちなみに名前が変わったもの、そう、第4位は、うん、月亭方正さんですね、東山崎方正さん。そんな入ってくる、うん、人も入るの。第5位は、早戻し、旧巻き戻し。あ、もうだからテープじゃないからってこと。そこ、そういうことね。むずすぎる。すべてのジャンルの中ですけど、まあなんとなくこの時期ですね、すごいヒントは。この時期、うん、秋の味覚？衝撃だったな、あの、リッツみたいな。うんうんうん。あ、変わったでしょ？ルヴァン。ルヴァン。ルヴァン。うん、ルヴァンパーティーだね。ルヴァンパーティー。リッツパーティー、うん。もうだんだんな、はい、なんか慣れてきた。そうですね。けどね。はい、うん。まあ、ホッシャンさんもね、なんか一時期変わったもんね。あ、星田。星田秀俊さんに変わってね。はいはいはい、そうです、ね。うん、とかあったけどね。この時期？この時期？これなんで変わったの？よく考えたけどね。この時期、この時期ですよ。秋ってこと？秋、秋、もうヒント秋。え？うん、ヒント秋。秋。え、その、え？呼び方が変わった。呼び方が変わったもの？確かに変わったけど、まだこう言ってる人は多いと思う。あの、古い方が多い？うん。何に関すること？大まかに。大まかに。人の名前なのか。まあ、カレンダーだね。スーパーヒントは。ああ、うん、は、うん、体育の日がスポーツの日に。あ、そうです、正解です。ああ、なるほど。そうなんだ。なるほど。スポーツの日だね。そうだね。なんで変わったんだっけ、ね、体育がスポーツの日だ。体育の日でもいいじゃんね。うん。うん。ね。そうだね。うん。なんでだろうね。なんだろうね。まあまあまあ、スポーツの日の方がちょっとポップ。ポップなのかな、まあ、全部、あれなのか、授業っぽくないのかな、ね、スポーツの日っていう。うん、っていうことかもしれない。うん、なるほどね。はい、こんな感じで実際に世の中にあるランキングをクイズにして送ってください。変わり種のランキングから過去の番付、芸能人系、スポーツのランキングまで、どんなランキングでも構いません。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名はランキングでお願いします。ランキングの出典も書いてもらえると助かります。たくさんのクイズお待ちしております。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。 竹内教えのティータイムズ。毎回会社の代表の方や経営者の方をお迎えして、仕事の内容、こだわりなどを伺います。日本放送ポッドキャストステーションで毎週木曜お昼12時配信です。お茶でも飲みながらのんびり聞いてくださいね。車どこに売ろうかな。がいいんじゃない。いや、は店長がなんだよな。じゃあハッカーズはどうで、隠さず本音でご対応します。車買い取りのハッピーカーズ、フランチャイズ加盟店も募集中。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。
また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてはハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。10月8日の日曜日、山下公園通りが歩行者天国となります。山下公園通りの歩行者天国、今回初めての実施で、区間は開港広場前から山下橋の間およそ900メートルです。8日の日曜日、歩行者天国は午前11時から夕方の4時まで、ゆっくり歩きながらいろいろなゾーンが楽しめます。イベントが行われているみなとみらいエリアをつなぐ小型モビリティの体験、山下公園のレストハウスと連携したカフェ&キッチン、アーティストによる野外コンサート、マーケットゾーンでは地元のお店をはじめ、元町や中華街からおよそ20店舗のお店が出ます。ちょうど横浜の秋のイベントとして人気のワールドフェスタ横浜2023が7日8日の2日間山下公園で開催されます。8日の日曜日はこの歩行者天国を通って会場に行くのもいいと思います。初めての歩行者天国です。山下公園通りの開放感をぜひ味わってください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さんはね、はい、あの好きな BGM、はい、あります。私は、うん、あの BS で昔からやっている、うん、イタリアの小さな村の物語のテーマと BGM に使われてる曲。あ、そういう、なんだろう、すごい、すごい曲なんですよ。はい、ぜひ、あの多分ね、うん、BS 日テレだったと思うので、 BS 日テレの、はい、すごいいい音楽、いい音楽、あ、そうですか。アモーレなんとかっていうとこが好きなんです。アモーレなんとかっていうとこが好き。そこが好き。っていうか、そこしかわかんないんです。そこしかわかんない。いや、今、スタッフさんが必死に調べてますね、後で。難しいんで。ぜひぜひ聞いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今度の日曜日の、広田みゆきのサンデー早起き有楽町では、肝がんについて、そして治療法について、順天堂大学の大久保博直先生をお迎えして、どんな病気なのかを詳しく伺います。放送は今度の日曜日5時6分頃からです。ぜひお聞きください。時刻は1時52分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。今日午前11時ごろ、東京八丈島の南370キロ付近の太平洋を震源とする地震があり、気象庁は伊豆諸島に津波注意報を出しましたが、午後1時15分に解除しました。八丈島では午後0時17分に30センチの津波を観測しました。警視庁によりますと、八丈島など島嶼部を含む東京都内で津波と地震による被害情報は確認されていないということです。気象庁は正午過ぎに記者会見し、今後の地震活動について次のように注意を呼びかけました。地震発生から1週間程度、同程度の地震に注意してください。特に今後 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。またこの地域では10月2日から地震活動が続いており、当面継続すると考えられますので、引き続き注意してください。気象庁によりますと、今日の地震は震源の深さがおよそ10キロ、地震の規模はマグニチュード 6.6 と推定されます。地震はフィリピン海プレート内で発生したとみられ、震度1以上を観測した場所はありませんでした。沖縄県宜野湾市にあるアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、斉藤国土交通大臣は今日、
軟弱地盤改良工事の設計変更を沖縄県の玉城知事に代わって承認する大執行に向け、福岡高裁那覇支部に訴えを起こしました。15日以内に口頭弁論が開かれる見通しです。この裁判で国が勝訴すれば、福岡高等裁判所は知事に承認を命令します。これに知事が応じなければ、国土交通大臣が代わりに承認し、防衛省が工事を再開できます。松野官房長官は今日の記者会見で、着実に工事を進めると述べました。政府としては、辺野古移設が唯一の解決策であるという方針に基づき、着実に工事を進めていくことが、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、その危険性を除去することにつながるものと考えています。おしまいに、今日午前11時ごろ、東京の荒川区役所で40代の男性職員が男に刃物で切りつけられ怪我をしました。駆けつけた警察署員が男の身柄を確保し、警視庁は殺人未遂の疑いで逮捕する方針です。警視庁によりますと、男性職員は左手の指に切り傷を負ったということです。男は荒川区内在住の70代とみられ、通報を受けて駆けつけた警察署員が身柄を確保しました。男は一人で区役所を訪れていて、相談対応に当たっていた職員に対し突然果物ナイフで切りつけたとみられます。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。はい、好きな BGM ですね、はい、小生さんです。私が好きな BGM、 古畑任三郎メインテーマではなく、はいはいはい、ドラマの中で古畑が殺人現場にやってくるシーンでよく流れる曲、うん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 、あのちょっと脱力系な感じ、そうそうそう、ね、これああこれね、はいはい、いいねこれ。うちのどんくさい上司が出社してきた時によく頭の中に流れる。コメディチックなんだよね。そのいいですね、ね、殺人事件が起こったのに、そうそうそう、この感じっていうのが緊迫感がなくなる感じのね。そうだね。あの今泉君とも好きだなこれ。やりとりがね、大体この時だから。いいですね、世界観ですね。すごくいい。はい、じゃあもう一つ、踏切うどんさん、はいはい、好きな BGM はスネ夫が自慢話をしている時の BGM です。なんとも気の抜けたリズムが大好きで、私は上司から自慢話をされている時や叱られている時は頭の中でスネ夫の BGM を流すようにしています。スネ夫、これ全員今頭浮かんでるかね。いやちょっとチャ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 、え、それスネ夫のテーマ、チャ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 って、あ、これスネ夫でしたっけ。あれ、あんな有名なスネ夫のやつだな。スネ夫以外の時に流れてないってことか。流れてるでしょ。チャチャカチャンチャンチャンチャ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 、へえ、いいよねあれはね。いいですね。のび太の曲とかもあるのかな。ね、全部気になってきちゃった。じゃあ全部先生さんにやってもらいますんで、後で。二宮和也です。春です。映画アナログは手作り模型や手書きのイラストにこだわるデザイナーサトルと、携帯を持たない女性みゆきが連絡先を交換せずに毎週木曜日に会う約束をするラブストーリーです。映画アナログは10月6日金曜公開です。ぜひ劇場でご覧ください。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかしこれらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後にこの給付金ですが、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認ください。もう一度言います。
B 型肝炎の給付金には請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのかだけでも無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ずいぶん前に B 型肝炎って言われたっきり何もしていないんだけど、相談できないわよね。いえ大丈夫ですよ。幸せがあることを